どうも皆さん、今回はアクリルについてだよ。ついに素材についての動画ですか。正確に言えば、アクリルキーホルダーやアクリルスタンド市場のことだね。もうさ、どのアニメも必ずと言っていいほど、アクリルスタンドかアクリルキーホルダーの商品って見ない。確かに、ネンドロイドとかフィギュアとかはヒットした作品では出ますけど、それ以外のアニメやと、大体が、アクリル系のグッズなイメージがありますね。ここ10年くらいで、アクリル市場って爆発的に成長したんだよね。現在、アニメやアイドル関連のものを含めて、年間で、なんと1億個以上も製造されてるんだ。1億?クッキーババアのクッキーみたいに、ありとあらゆるアニメやアイドルのアクキーが、今も大量生産されてるってことやな。びっくりだよね。確かに、増えたなぁとは思ったんだけど、そんな、1億個も製造されてるとは思ってもみなかったんだよ。なんでここまで伸びたんや。アクリルキーホルダーやアクリルスタンドはアニメや漫画のキャラグッズとして結構前から存在してたんだ。でも爆発的に増え始めたきっかけはアイドルなんだよね。アニメよりそっちの方なんやな。アニメや漫画のキャラクターはフィギュアとかいろいろなグッズにしやすいけど、アイドル、実写の場合はフィギュアとかにはしづらい。でもアクリルキーホルダーの場合だと写真をそのまま使えるわけですか。そう、アクリルキーホルダーと現実のアイドルの親和性が高かったんだ。AKB48 とかのアイドルグループが大人気だった2014年頃からアイドルのアクリルグッズが大量に生産され始めた。缶バッジなんかも同じような感じで生産されてるんだけど、アクリルキーホルダーの方が少し高級感があるのもあって大ブームになった感じだね。AKB ブームの強さも感じますね。アイドルブームがアクリル市場を伸ばしたことで、アクリルグッズの生産技術の向上、単価の低下も起こり、アニメのグッズでも多く出始めたんだ。単価安いん?ぶっちゃけ安い。私も以前この2人のキャラクターでグッズを作ったことがあるんだ。経験者は語るですか。どこの業者に頼むか、いくつ生産するかで1個あたりの値段は変わってくるんだけど、普通のアクリルキーホルダーだったら1個200円とか、下手したら100円くらいで作れる場合もある。安ー。アクリルスタンドだともう少し高くなるけど、それでも高くて1個300円、安いところなら200円くらいかな。ちなみにこれは SD サイズのキャラクターで、等身の高いキャラクターの場合はサイズも大きくなるから倍くらいになる場合もあるけどね。それでも1個400円とか500円やろ。それを1000円とか2000円とかで売っとるんか。ボロ儲けやな。まあ原価だけ考えるとボロ儲けに見えてくるかもしれないけど、発送や梱包作業だったりの人件費だのなんだのもあるからね。儲けの金額が大きいことは間違いないんだけど、リュウさんも稼いだってことやな。私は1個650円で売ってたから良心的だよ。ほんまに?モノコッツ安く作ってたりせえへん?ちなみに缶バッジはもっと安い。サイズにもよるけど、小さいサイズなら30円かからない。30円、もう実質ただやん。缶バッジが一番利益率高いとは思うよ。オタクの人の中には同じ缶バッジをバッグに大量につけたりしてる人もいるでしょ。あれグッズ売る側としてはボロ儲けで相当嬉しいと思う。板バッグ作る人はアニメ制作側としては神様みたいな存在やな。利益に貢献しまくっとる。板バッグ、すごいインパクトだよね。最近は板バッグを作るためのバッグなんかがいろんなファッションブランドからも出たりしてて、その市場はどんどん広がってる。すごいな。相乗効果でウィンウィンや。いろんな市場へのいい影響があるのはいいことだよね。アクリルグッズは製造単価が安い、利益率が高いっていうのが業者側の利点だね。あとフィギュアなんかだと顔とかのチェックもあるし、フィギュアによってはとんでもないクオリティで出来上がるものもあるけど、アクリルグッズはイラスト段階で完成されてるものだから、そういうグッズの品質にあまり気を使わなくていいってのもあると思う。確かにフィギュアはたまにとんでもない顔のやつ出てきますからね。しかも高いですから。アニメのフィギュアって年々高くなってるよね。安くても7000円くらい、高いと2万くらいするのもあるしさ。よっぽど好きなキャラやないと手を出しづらいですよね。あ、それもあるんか。そう、アクリルグッズの場合は高くても5000円、安ければ1500円くらい、ファンとしても一番手を出しやすいグッズなんだ。あと場所を取らない。確かに飾る時もそうですし、しまう場合も場所取らへんな。フィギュアだと飾る場所の問題も出てくるし、高いししまいにくい、いろいろとデメリットもあるだけに、アクリルグッズの手軽さがオタクに受けてる部分はあるんだと思う。あとは持ち運びもしやすいからね。持ち運び、聖地巡礼とかでそのキャラのアクリルグッズを持って一緒に写真を撮ったり、どこかご飯を食べる場所で一緒に食べてる写真を撮れたりと、いわゆる推し活をするアイテムとしても利用されてるんだ。ああ、なんかツイッターとかでも見たことあるわ。アクリルだからある程度の防水性能もあるし、なんなら一緒にお風呂にも入れちゃうよ。そういえば声優の結城葵さんが FGO の推しのアクリルスタンドお風呂に浮かべてるの見たことあるな。フィギュアよりも手軽に日常の中に推しを置いておけるってのはすごくいいことだと思うんだ。なんか
ちょっと写真撮るときとかに、推しのアクリルグッズを横に添えるだけで、オタクっぽさが出るというか。オタクっぽさって、昔は欠点みたいな言葉やったけど、なんか、そうが聞こえなくなったのは時代ですかね。アクリルグッズのおかげで、手軽にファンらしく見える。推し活しやすいってのは、最大の利点だと思う。しかも、フィギュアより安い上に、アニメ制作側とかの儲けもでかい。神アイテムやん。アニメや漫画のイラストそのままで、デフォルメもされてない推しの姿を、いつでもどこでも飾れるし、持ち運べる。いい出来のフィギュアほどの存在感や高級感はないけど、お手軽なフィギュアとして、活用しやすいグッズなんだろうね。そういえば、アクリルグッズが流行る前って、ラバー系のグッズ流行ってませんでした。最近あんまり見かけないような。ラバストってやつだね。ラバーストラップも流行った時期があったんだけどね。アクリルグッズとそこまで製造単価は変わらないんだけど、ラバストは減った感じがあるね。なんでなんやろうな、ラバストも。あれはあれでええやん。何個もつけても、アクキーと違ってガチャガチャ言わへんし。あくまで個人的な考えだけど、アクリルの方が同じくらいの製造費でも高級感が出るってのは大きいと思うんだよね。ラバーとアクリル、素材の違いってことですか。確かに、パッと見の高級感はアクリルの方があるかもな。立体物、簡易的なフィギュアとして考えるとアクリルの方がしっかりと立つ感じもあるし、アクリルの透明感が写真映えしやすいからこそ、この SNS 時代に適した素材のグッズなのかもしれないね。映えってやつですか。ラバーは映えへんのか。透明感があるからこそ、背景が透けて見えて、まるで推しがそこにいるかのような写真を撮れる。アクリルグッズはオタクの夢を叶えてくれるんだ。それがアクリルの魅力なんやな。ラバーグッズにも魅力はあるよね。デフォルメされていて可愛いものが多いし、小さいサイズのものが大半だから、バッグに忍ばせればいつでも推しと一緒にいられる。それぞれに魅力があってええな。ただ両者それぞれに劣化の問題もある。素材的にアクリルとラバーだと、ラバーの方が経年劣化も早いし汚れもつきやすい。アクリルの場合は傷のつきやすさと割れるっていう問題点はあるけど、ラバーの汚れや経年劣化に比べればって感じなんだろうね。一長一短やな。ラバーの方が場所選ばずにつけやすいんですけどね。鑑賞や写真用としてはアクリル、持ち運んだり何かにつける場合はラバーって感じで使い分けたいところだよね。バッグにラバーストラップつけて聖地巡礼行きたいな。アクリルグッズも持って行って映えな写真撮りまくりや。楽しみが広がるね。よく言えばいろいろな種類のグッズが出るのが理想なんやけどな。まあそれは難しいところだけど、アクリルキーホルダーは制作側としても手軽だし、オタクとしても手軽だからこそ年間1億個も製造されるようになったのかもね。将来的にはもっと違う素材のグッズとか出るんかな。リアルな感触のやつとか出たらめちゃめちゃすごそうやな。受肉フィギュアみたいな。なんかそれはそれで生々しくて怖い。なんでや、自分の推しを現実世界に召喚することが最大の理想やろ。AI の技術も発展してるし、何十年後かには一家に一人推しが存在してる世界が来るかもしれないね。オタクの理想の世界の実現は何年後やろうな。ではまた次回。